はい、こんにちは、GO のクリエイティブディレクター三浦貴博です。こんにちは、格闘技選手の青木です。よろしくお願いします。このポッドキャストはですね、普段はストロングスタイルの2人が、ちょっとだけ気を抜いて、適当な話をですね、ニュースピックスに課金するにはちょっと意識が高すぎる、でもなんかいいことないかなと思ってこう毎日を過ごしている、緩やかなビジネスパーソンおっさんたちにですね、こう適当な話をしながらこう前向きにちょっとずつ緩やかに意識を高めていこうという、番組企画になっております。一緒に話してくれるのが、総合格闘家の青木真也さんです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、まあ、いろいろなんか話さなきゃいけないことがあるんですけども、まあ、今回ですね、人生交差点っていうタイトルで、青木さんとはまあ昔、もう3年くらい前ですかね、対談。はい、そうですね。もともと僕は青木さんの大ファンだったところから、なんかウェブメディアのインタビューで、なんかこうクリエイター、尊敬してるクリエイター、対談してくれたいますかって言われて、僕は青木真也って答えて、編集部の人がクリエイター出ていいから青木真也だバカ野郎っていうところから、始まったんですけれどもね、今ではもう青木さんは、まあ、うちの GO の名誉社員として入っていただいて、一緒にいろいろお気楽応援団として、試合の邪魔をしに行ったりなどする関係になっております。青木さん最近どうですか？最近怪我されてましたね。最近そうなんです、病って、はい、病行くってこれ、怪我っていう格闘技業界の隠語です。番組聞いていただいている方に何を与えられるか分かんないですけど、格闘業界の隠語だけはなんとなく分かるように説明していきたいな。はい、山ね、そう、軽い怪我した瞬間にこう、はい、行ったなと思って、やっぱね、はい、年齢この回してくると、はい、うまくいかなくて、うまくいかないですか、はい、まあ、人生と一緒でうまくいかなくて、パフォーマンスがやっぱり量が、はい、量でカバーできなくなるんですよね。はいはいはい、でもこうまだ量でやろうとするとやっぱりこういう怪我が出てくるっていう。なるほど。山行ったって言って、あれですね、膝が結構派手に壊れたかなと思って。そうなんですよ、もうほとんど武藤敬司みたいな。いや、もうこれはイメージしたら激山、本当にもう激山行ったなと思った。激山、大変大きい怪我と、激山行ったなと思ったら全然軽い山でよかったなみたいな感じですね。星は何て言ってました？星はこれ、星はですね、警察用語では犯人なんですけど格闘技用語では女って意味ですね。星はね、星はあんまり心配してなかったですね。あ、本当ですか。僕を心配するよりも攻め立てる方に回ってましたね。ああ、そうですか、そうですか、うん、何を攻め立てられたんですか。いや、いろいろ怪我させたのはお前だって言いたかったと言えなかったけどね。あ、メンタルがやっぱり山のこの関節の原因は星であるお前だお前だ山の理由は星にあるっていうね、ちょっと詩みたいなね。だからその、はい、まあ隠語で喋ると無駄な首投げ、怪我のもとだよね。はいはいはい、はいはい、首投げっていうのはですね、青木さんがよく対応してて、前回の格闘代理戦争でも、マッハ隼人さん、マッハ選手に、マッハさんのね、首投げに気をつけてって散々言ってて、マッハさんが、いや、そんな褒められると、でも俺首投げなんかするかなみたいな顔したんですけど、首投げってのはこれセックスのことですから、ね、首投げはセックスのことです、はい、無駄な首投げね。はいはいはい、無駄な首投げ、怪我のもと、怪我のもと、はい、怪我が火事のもとっていうね。はい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 、青木さんといえばね、最近恋愛コラムでも大人気で、はい、あれですけど、恋愛コラムは反響ありました？恋愛コラムは、はい、近いところにあるよね。近いところに反響あるって何でしたっけ？いや、内輪から攻められたりとか。内輪から攻められましたか？星から攻められるとか。星から攻められましたか？そうですよね、うん、なんで私じゃねえ女の子と書いてんだって思いますよね。見えるらしいよ俺なんかそこ攻めるっていうか、呆れ果てると思いますよ、ね、なんなら状況知ってる俺が読んでもこれ大丈夫かなって二度見しましたもんね。そこら辺の想像力は欠如で、はいはい、ごめんなさい、誰に？いや、なんかこうこの文章を書いたら誰がどう傷つくかなっていうのよりも、はい、やっぱこの文章を書いてこれ面白いよねって話すのがやっぱすごい先に来るわけ。はい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 、はい、あれですね、コンビニで万引きして、うん、店主の老夫婦が悲しむことを考えないで友達に見せびらかす小学生です。そう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 、はいはいはい、これ取ったよって。万引きしたことはないんだけど、その老夫婦たちがね、すごい、まあ、万引き捕まえる側でしたからね、もともとは。でも、コラムはそれで、はい、うちは評判がいいんだけど、これの青木真也のドレスっていうウェブメディアで連載してるエモい恋愛コラムがもう本当に面白くて、何が面白いって、ちゃんとうまい感じが本当に面白いんですよ。こなれてきてるんだよ。こなれてきてる、テクニカルな感じになってきてて、はい、よくできてるんですけど、それを同世代で、はい、まあ、攻め立てられたりとか、うん、で
埼玉のラストドクターっていうんですけど、埼玉ラストドクターっていうこれの隠語というかただのあだ名で、埼玉でですね、病院経営してる、まあ、友人の医者がいまして、これどこまで話していいか分かんないんですけど、病院っていうか自分の村みたいなものを作ってる医者がいるんですよね。その人と仲いいんですよね。そうそうそう、はい、その医者だけこう最高でしたっていうのが毎回送られてくるんですよ。その医者はどういうことかっていうと、なんですかね、なんだろうな、なんつうかすごい、まあ複数の愛人を抱えてる医者の友人がいるんですよね。でその中のエース級の愛人がすごい人サーカスな人なんですよね。そうなんだよね。それでなんか2人で分かり合うっていう、はい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 、地獄のような35歳っていう、はい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 、彼女が自殺未遂とかした時にこう愛されてるって喜びを感じるみたいなちょっと変わった性質の持ち主で、多分心療内科行った方がいいと思うんですけど、そういうのね、すごいよね、はい、うん、まあ、名前出せない、ね、名前は出さない、傷つく人いるからね、はい、埼玉ラストドクター、はい、彼女がね、はい、飛び降りるって言って、これでも彼女がその飛び降りるっていう時にこう手すりにこう足をかけて飛び降りる飛び降りるって騒いでるんで、こうスワンダイブ式っていうプロレスマンだと思うんですけど、大谷慎二のスワンダイブ式フライングにいるキックっていうロープに足をかけてピョーンって飛ぶの体勢を整えてて、でも最終自殺しないから、自殺するって言ってる女はっていうか、まあ自殺するって言ってる人は大体がこうかまってほしいっていう、愛してほしいっていうことなんで、まあ、それを見たその埼玉ラストドクターが、ああ飛ばない大谷って彼女が名付けたのでは本当にこの世は地獄だなってっ心から思った次第ではあるんですけど、面白いっすよね、飛ぶぞって飛ばないっていうね、はい、うん、アンさんの彼女は気持ちは今落ち着いてるんですか、飛ばない大谷ではないんですか。昇降状態で、やっぱその人間は昇降状態に行きますよね。落ち着いてる、はい、でもこう治らないっすよね物事は。何ですか。いや、やっぱだって火山はいつか噴火するじゃないですか。はい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 、はい、で活動してるんで、はいはい、旧火山ってあれ火山ですからね。そうそうそう、休んでるだけっていう、うん、はいはいはい、あれ世の中わかんないよね。でもなんか結局昨日も、ね、鬼座じゃねえ、ラストエンペラーとしゃべって、やめろ、ねえ、ねえ、本当に、本当に、いや、昨日、いや、昨日もしゃべってて、誰と、ラストエンペラーと、ラストドクターのエンペラーじゃないと、坂本龍一じゃねえか、ラストドクターとしゃべってて、なんか、やっぱ最終的には、その、格闘技だったり、仕事だったりだよね、みたいな話になって。うん、はい、救ってくれるのはそこなんだよねみたいな、人じゃないんだよねみたいなところに行きましたね。はいはいはい、はい、まあ正しいけど本当に寂しい結論ですね。なんで35歳のおじさん2人で話し合って、俺たちには仕事しかない、人間は俺たちを救ってくれないって固く握手を交わしたわけですよ、ね、はい。でなんかもう一つ言えるのはこの、まあこの、まあ、結婚してる人もいるし結婚してない人もいるわけじゃん、はい。でなんか、いや、ごめんなさい、結婚してない人って俺な、うん、みんな結婚してるから、それってなんか逆に気の迷いだと思うわけ最近。何がでしたっけ、何が気の迷いだ、結婚は、あ、結婚は気の迷い、うん、これ今ごめんなさい、リスナーの人には分かんないと思うんですけど、これまあ、オトバンクさんという会社が運営していて、はい、オトバンクっていう会社の社長の久保田さんっていう人も一時期気の迷いで結婚してましたね。気の迷いだと思います、まあ、その方が今、まあ、隣でいて、いや気の迷いで苦笑してるわけですけど、でその、はい、気の迷いだから、はい、その年を取れば取るほど気の迷いって少なくなると思うんですよ。はい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 、ああなるほどね、要はその気の迷いがなくなるから、もうミレラは今後結婚とか別にしないだろうと思う、うん、そうだ、35とかになっちゃうと賢いからある程度気は迷わないわけですよ。あ、でも俺ちゃんと毎回気の迷いに向き合ってるよ。毎回戸惑ってる、うわー大変だーって違う思うんだけど、うん、その勢いでいけないというか、若い時っていくぞらっていう気の迷いが、うん、イコール GO だと思うんですよ、うんうんうん、もういいから行けよとかっていう言葉いらない、うん、いいから行けよがいらないですよね、もう行っちゃった、あ、行っちゃったなみたいな。そうそう、はいはいはい、だけどその気の迷いがやっぱり起きないと思うんだよね。あ、ついつい冷静になっちゃって、そう、まあそれはあるかもしれないですけどね。その例えば会社辞めるとかもそうじゃん、はい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 、はい、この三浦さんも例えば
今40だとしたら、はい、今36度。あ、でもそれはあります。うち僕もともと博報堂って大きい会社にいて3年前に独立してね、今 GO って会社やってますけど、うん、やっぱりこう今博報堂の先輩とかで三浦みたいに自由にやってるのは羨ましいなって言われたりするんですけどね、いやいや羨ましいならやれよって思うんですけど、うん、やっぱりそういうのはなんか年齢重ねちゃうとやっぱなかなかすぐには踏み出しきれないっていう部分は皆さんあるのかもしれない。これやっぱその会社やるとか会社を始めるとか会社を辞めるとか結婚するって気の迷いだから、うん、でもさ気の迷いはあった方がよくない？そのなんかこれはさ、その青木さんも何かのコラムで書いてたし、こう我々世代のプロレスファンはきっと覚えてると思うんですけど、うん、長州力と橋本真也のタイトルマッチで、うん、橋本真也が長州力を何度も何度も蹴っ飛ばして、はい、当時全盛期でね、はい、橋本真也が、うん、で長州力は当時45、6で、はい、もう引退かなって言われてて、うん、まあもうボロボロのロートルだったんですよね。その長州力に橋本真也が何度も何度も蹴って、で長州力は何度も何度も立ち上がって、ね、藤波が止めるやつでしょ。あ、ね、その前のやつですね。それをですね、辻義成がね、あの解説でね、読んだコメントが最高だったんですよ。なぜだ、なぜ立ち上がるんだ長州力、達観していればいいじゃないか長州力って言ったんですよ。でそれはやっぱね、あ、俺はそれ心、幼い心に、当時小学生か中学生なんですけど、あ、俺達観しちゃダメなんだなと、一生達観しないでいこうって思ったんですよ。いや、俺は達観してる。達観してねえだろうがよ。してる、してるよ。達観してるよ。達観してる人は一晩にね7回も試合してるんですよ。いや達観してるし、達観してるんだけど、うん、そのもう人生において4、5回は気を迷うんじゃないかなと思うんだよね。そうそう、だから気を迷った方がいいんですよ本当に、うん、ちなみにその後長州力は、60になった今でも未だになんか引退カウントダウンシリーズやってるし、うん、で橋本真也はもう盛大に気が迷った挙句、まあ先にねこう、いや長州はだって60になって未だにDDD とかだってもこれはプロレスっていうのはどうなんだこれが、うん、延々と気が迷い続けてますからね。60になって現在進行形の勢いある DDT っていうプロレス団体に上がって、プロレスがこれってどうなんだ、うん、でも実際そのプロレス団体でプロレスしてますからね。そうこのプロ、これプロレスじゃないな、うんうんうん、って言って自分がプロレスやってるから、うん、もう本当になんか自分のね、なんかその矛盾と向き合い続けてる、あの沼だよね。やっぱりさ、こう悩んだり気の迷いがなくなったら終わりやで、青木さん。うん、俺は悩むけど気は迷わないよ。いや気が迷ってるから今からって。そう。気が迷ってるでしょ。え、なんで？いや俺本当に先々月くらいに青木さんがもうなんかプライベートであることでずっと悩んでらっしゃって、もうずっとその LINE のスクショ送ってくるんですよ。でそれまあ大変だなと思って、まあ僕ができること何一つないから、青木さんでもまあ大切なものを見誤らないようにしっかりと間違ったことは悔い改めて生きていきましょうみたいな、基本的には達観して綺麗事を言い続けるっていうスタイルを取って、まああれは経て、俺はもう気は迷わないよって言ってるこの目の前の眼鏡の人って何なんだっていう。いや気は迷わないよ。気の迷いが続く35年間でしょ。いや、気は迷わないと思うんだけどな。気が迷ってない時って練習してる時と試合してる時くらいじゃないですか。確かにそう言われるとそうなんでしょ。だから俺たちはさ、日常生活がさ狂ってるからさ、仕事してる時くらいしか冷静な判断できないわけよ。まあ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 、仕事以外の判断多分全部間違ってるでしょ。黙っちゃったよ。いいこと言ったね。でも仕事以外の判断間違ってるね。いや、そう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 、だからギリギリ仕事で帳尻合わせてんだよ。いや、それは多分この客観視できるんだけど、うん、その机上でやるとすごいうまくできるんだけど、うん、じゃあ実際に自分がやるとそれはまた別の話でなみたいな話ですよね。そうそうそう、好き嫌いとかだから他人の恋愛相談でだけなんかやったらこう恋愛差し75みたいな回答するけど、実際は気の迷いながらできてる。いやでもさ、俺とか三浦さんとかさ、ラストドクターとかさ、あそこら辺で恋愛相談してんだもんさ、勝てるわけねえよ。いやセコンドがゴミすぎるっていうね、うん、俺たち大丈夫だみたいな、うん、だって青木さんの星が僕の友人の女性に送ってた LINE を僕たまたま見たんですけどね、もう青木は狂ってしまった、三浦、美濃は鬼沢に脳をやられてしまった申し訳ないやらなんやら本当ね。まあでも元々青木さんが一番狂ってるんですよって教えておきたかったんですけど、まあ、それちょっとそっとねスマホ閉じましたけど、やっぱさ、
やっぱそうなんだよな、三浦、美濃は鬼沢、青木みたいな、まあ、本当にクソな男の、ね、星座がタレント揃いじゃん、まあ、この内容でいうと僕が一番真っ当だなっていう自覚はありますけどね、いやそうだね、タレント揃いだよね、タレント揃いでもなんでもないわ、ただの気の迷いが続いてる35歳のおじさんたちどうしようみたいなでもこうひいき目に見て面白いじゃんみんな、まあそうですね、ですよね、何が言ってひいき目に見ないでじゃなくてひいき目に見てってことですよね、いやひいき目に見て面白いよね本当に、まあでもそんなね、感じでやってますけどね、まあでもなんかやっぱりその日常生活は迷い続けてますけどね、だからこう仕事だけは一生懸命こう間違わないでやっていきたいなというか思ってやってる部分もある、そこやらないともう価値がなくなっちゃいますからね、そうですね、だから多分ね、本当ね、そのあらゆる判断を間違えて最後仕事で帳尻をつけるっていう、合わせるっていう、こうことをもう何年も続けてますけどね、確かにそうだね、まあ、さんも一応ね、もうそろそろ一旦1回目の収録の時間はもう終わりそうなんですけど、はい、なんかこう言っておきたいことありますか、最後は、はい、まあみんなが辛いってことしかないよね、あ定番のやつ、定番でみんな辛い、まあ一旦ね、こんな感じで、まあ1回目はテーマはね、あの気の迷いということで、気の迷い、気は迷った方がいいし気が迷い続けるから、最初仕事でこう帳尻合わせるしかないのがか、このおじさんたちの交差点であるというのがまあ一発目ですかね、はい、あとまあ一番最後に僕が一言だけ言いたいのは、かよちゃんごめんなさいっていう、余分なこと言うんじゃないよっていう、はい。